今日も全力ぶっちぎり、マキピロくんでございます。今回はですね、栄冠の闘技場、こちらの説明の方をしていきたいと思います。で、まずシステムなんですが、挑戦回数は10回、つまり あんまり失敗できないという、システムになっております。なんで適当なキャラクターで突っ込むとちょっと挑戦回数の方が減ってしまうので、そこだけちょっと気をつけてください。で、今回はですね、セット1が実装されました。これから、次が16日にセット2の方でどんどんこれから難易度の方上がっていくと思います。今回は、一番下の難易度なんで、まあ比較的簡単な方だと思いますが、注意点などございますので、そちらの方とかね、いろいろ解説の方をしていきたいと思います。全力はい、1ステージ目はアスタロトのステージですね。こちらの方で、ニードルが出てくるんですが、自称クエストではないので、まあ、ニードルはね極力踏まないようにした方がいいと思います。ただ、ハートパネルの回復量の方が結構大きいので、最後にハートパネルを触れるような形で弾けば、問題なく攻略できると思います。で、ここのステージの、おすすめのキャラクターなんですけど、降臨キャラクターで言ったらやっぱダウトかなと思います。で、あとはウンディーネが結構良かったなっていう感じでした。雑魚とかがそんなに多いステージではないので、ウンディーネの友情でゴリゴリ削っていく、こっちの方がちょっと安全かなと思いました。で、ただ反射をね多く積みすぎると、イレギュラーバンドとかした時にニードルの上で、例えばここだったら縦にね入れ板して変化しちゃって、サクサクサクってちょっとしたね事故がちゃんと起こった時に負けるようにちょっと作られてるステージだなってちょっと思いましたんで、まあ、そこだけ注意かな。こことかも、ガンマの裏側に行くとか、ゾンビの上側行っちゃうとかね、行った時に二度の方をザクザク踏んじゃうことになっちゃったりとかするので、そこだけ注意してください。はい、こちらの方はクイーンバタフライの、ステージになります。で、このケンリンっていうんだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、攻撃力アップのザコがいると思うんですが、あいつに触れると攻撃力が上がります。なんですが、これがね結構簡単に潰れちゃうんですよ。ただ潰しちゃった後で攻撃力の方が上がらなくて、むちゃくちゃ攻略が難しくなるかって言われたらそうではないです。結構ねダメージ入ります。だからある程度のキャラクターを積めば、ここは問題なく攻略ができるんですが、例えばある程度のキャラクターを積まない、適当なキャラクターで突っ込むとちょっと危険かなって思いました。ケンリン、攻撃力上げるやつを潰しちゃってから、結構中ボスが思ったり、中ボスとか他の雑魚とかもそうなんですけど、案外削りにくいなと思って、あんまりこの舐めたキャラクターでいってるとここはちょっと怖いぞっていうイメージがありました。なんで、極力、強いキャラクターを編成するのがいいと思います。で、おすすめのキャラクターなんですけど、やっぱクガユーマかな。クガユーマがいれば、SS が溜まっていれば、このケンリンに触れて攻撃力を上げてストライクショットを放てれば、簡単にワンパンとかをすることができるので、クガユーマを1体積む、もしフレンドにいるのであれば、クガユーマを選択すると比較的楽に攻略の方ができると思います。こちらも、開幕からもクガユーマを打って、で、ボス2捨てでワンパンしていったっていう形でございます。これだと楽。はい、こちらポルターガイストですね。ここで思ったのが、獅子王司ちゃん、これがね結構いい仕事したなっていう感じです。で、カッチンと、ボスがリンクしてます。で、まず、やることは弱点効果アップパネルがあるんで、その上に反射員とかがいるんですよね。だからまず反射員たちを処理していく。なんだけど、この司の友情で反射員が解けるので、ここに関しては司4とかでも多分全然問題なくはいけると思います。ただちょっと注意点があって、反射員でもし削れなかった場合、ちょっと怖いことになってくるかなっていう感じがしました。最終の方でちょっとうまくはまれなくて、このカッチン全部潰しちゃったんですよね。その時に、あ、これちょっと怖いなと思ったんで、ここも、ある程度のキャラクターというか、司がいるんであれば、
司を積むとか、なるべく強キャラを積むと安心して攻略の方はできると思います。ただここに関してはかなり適正の幅は広いなという感じはしました。あと属性倍率がね、今回全部に言えることなんですけど、属性倍率がね高いわけではないので、他の違う属性のキャラクターも、使用することもできます。特に弱点、キラー持ちとかね、そんなキャラクターを編成すると、比較的楽に攻略できるのかなっていう感じはします。使ってみた感じ、司の場合は重力バリアキラーを持ってるので、それがねうまいこと刺さって結構削れやすい形になります。でカッチンがね比較的、こんな感じで重力を持ってるので司のキラーが入るんですよね。だから、まず雑魚処理をして、そこからね司の司で、弱点効果アップパネルいっぱい踏んで、そのカッチンの弱点側に入れるのが一番ベストかなと思います。ただねここに関してはちょっと、難しいなっていうイメージでしたね。でやっぱ効果アップの、パネルを踏まないとなかなか削れないんで、比較的こういう形になるんじゃないかなと思います。ここは結構難しいかなと思いました。ちょっとね先怖いなと思うようなステージでした。はい、こちらはラファエロのステージでございます。注意点なんですけど、このビットンに向かってレーザーが飛ぶんですね。で、魔導士を処理すると、ビットンになる。逆に、ビットンを処理すると魔導士になる。だから、そこら辺の調節をちょっとしていかないといけないなという感じはしました。なんですが、このね、ビットンに対して、レーザー飛ぶんですが、むちゃくちゃなダメージは食らわないです。だからそこまでね、むちゃくちゃ注意しないといけないかっていうわけではないかなと思いました。で今回キリトを積んでるんですが、正直あんまり、キリトは仕事できなかったなっていうか、積む必要は特にないかなと思いました。で貫通の方がここは立ち回りやすいなっていうイメージです。だからこのフビライハンか、フビライハンがいるのであればフビライハンを優先して連れていくとかなり楽に攻略できると思います。弱点の倍率がすごい高いクエストなんで、弱点キラーをね持ってるので、そこでねだいぶアドバンテージがあるんですよね。だからフビライハンを詰める人はゴリゴリ詰むとむちゃくちゃ楽に攻略できます。はい、本当フビライハンさえ詰めば、特に問題はないかなと思いました。でキリトに関してはちょっとね SS あんまたまんないんですよね。で SS を、打つタイミングもちょっと難しいなと思ったんで、変にねキリトを積む必要はないかなと思いました。一応ね、ワンパンの方はしましたが、ちょっと必要なかったなって思いました。はい、最後のステージです。ヘルです。ここは貫通で変化パネルを踏んで間に入っていくという形になるんですが、ちょっとね思った以上に入りにくいっていうかね、変換パネルがちょうど間にあるから変に意識すると結構入りにくいなっていうイメージはありました。なんでここはアザゼルと、エクスカリバーを積むとかなり楽に攻略ができるなと思いました。アンフィア一応積んだんですけど、アンフィア特にいらないかな。ストライクショットの、攻撃力を上げるっていうところでは非常に使えるなと思いましたが、とにかくねエクスカリバーがめちゃくちゃ強かった。ここだからエクスカリバーとアザゼルがいれば問題ないかなって思います。で注意点はこのプヨですよ。プヨのこの数字、こいつがHP をどんどん削って、最大値を削ってくるんですね。だからプヨガン無視して攻撃してると HP ゴンゴン削られてちょっと危ないことになりかねえなっていう感じですね。だからプヨの処理も、しながら基本的に削っていく。でどこでボスに対してゴリゴリ削っていくのかっていうところをチョイス見極めればそんな難しいステージではないです。エクスカリバーとアザゼルのコンビがいればここは特に問題はないかな。ただないっていう人もいると思うので、どちらか詰めれば問題ないと思います。ただむちゃくちゃ強かったっていうだけの話です。でここに関しても下にねガンってはまれば結構火力が出るんで、ここで
攻撃力上げときました。で、はまる、上下に移動するのでパネルを踏んで、はまっていくという形ですね。ここがね、変換パネルの位置がちょっと嫌なところにあるので、変換パネルを踏んで、近い変換パネルを踏んではまるっていうのはね、ちょっとコース的にかなり難しいなと思うので、まあそれだったら雑魚処理しちゃってからちょっとはまんに行く、削っていくっていうスタイルがね一番楽だと思います。なんでまあ、今回はね、そういった形で、削っていっております。エクスカリバーがとにかく強い、はい、こんな感じで攻略の方を、しました。はい、まだね、セット1なんで基本的にある程度のキャラを積めば難なく、負けることはね、そうそうないとは思います。はい、なんで、注意点と、キャラクターの選択さえ間違えなければまず負けることはないと思うので、ただね、ここからセット2、3とね、正直もっと友情ぶっぱで攻略できるかなと思ったんですが、まあそんな感じではないなということで、おそらくセット2、3になってくるとそこそこ難易度の方は上がってくると思うので、これからどんどん難しくなってくるんじゃないかなっていう感じはしました。なるべく早く攻略をお届けできるように、したいと思います。よければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい耳でありがとうございました。